る1年間体験行動をご利用いただきまして誠にありがとうございます。まもなく進行方向にあります空門が開きましたらケーブルカーが出発いたします。運行距離は778メートル、高低差で200メートルほど降りていきまして約7分で海面下140メートル体験行動駅に到着いたします。この単尾車高線は建設当時も使われていたトンネルでご乗車いただいております。ケーブルカー小倉号は鉄道免許で運行している高速鉄道となっております。トンネル内体験行動駅に到着しましたら案内係の先導によって実際に作業工を歩いて見学いたします。当時使われました機械や器具も展示されており現場の雰囲気を感じることができます。運行中は急勾配となっておりますのでご注意くださいますようご協力をお願いいたします。それではしばしの間ケーブルカー乗車をお楽しみください。